9月17日土曜日から16日月曜の3日間、吉本ワンダーキャンプ関西ラゴ&ピース2011が開催されます。みんなを笑いでつなごうをテーマに、在阪民放5局と、吉本興業がタッグを組み、京都、大阪、神戸という広範囲で繰り広げられる東日本大震災の、被災者へのエールを込めた大規模なイベントとなっております。はい、東京でもあったやつですね。今度は関西にやってくるということで、はい、東京ではボーリングとかね、しましたからね。ボーリングもやりました。いろんなことやりましたから、ファンの人と一緒にやるみたいな感じでね、若い女の子来てるんから思ったら、ボーリング歴10年のおばちゃんと僕ペアになりましたけどね。なってましたね。めちゃめちゃうまかったですけども、そんなありました。まあいろんなイベントがね、各地で、やられますので、皆さん、ぜひ足を運んでください。関西が一つとなって、東北地方そして日本中に笑顔と元気をお届けします。来てねー。